皆さんこんにちは。渋谷区の動物病院リールの獣医師の橋本です。今回はご家庭で簡単にできる高齢のワンちゃんの介護についてお話をしたいと思います。高齢のワンちゃんは筋肉や関節が凝り固まってきます。それに伴って心も凝り固まってきます。体も心も柔軟にしていくことが大切です。はじめに高齢のワンちゃんのマッサージとストレッチ運動についてお話をしたいと思います。まず首から腰にかけてこのような人肌に温めた保温パックで温めていきます。背中には臓腑の重要なツボがありますので、しっかり温めたら頭から尻尾にかけてゆっくり優しくさすってあげましょう。そして首、肩、前足、肋間、腰、お尻周り、後ろ足という順に優しくマッサージをしていきましょう。体が温まったところで次はストレッチです。首はこのようにおやつを使って左右上下にストレッチをしていきます。前足は肩、肘、手首と無理のない範囲で曲げ伸ばしをしていきます。後ろ足も同様に股関節、膝、お足首と無理のない範囲でゆっくり行っていきます。寝たきりの子の場合は左右、前足、後ろ足それぞれ曲げ伸ばしを10回を1日2から3セット行っていきましょう。寝たきりの子はまた床ずれにも注意しなくてはいけません。1時間ごとに体勢を変えてこのような床ずれ防止クッションやこのようなサポーターを使うといいでしょう。続いてはお顔のケアです。目はドライアイに注意しましょう。高齢のワンちゃんはまばたきも減り、涙や油の量も減ってきますので、ドライアイになりやすいです。ドライアイを放っておくと角膜が傷ついたり、角膜が真っ黒になったり、ひどい時は目に穴が開いてしまうので、ドライアイのケアはとっても重要です。このような抗生物質の眼軟膏がありますので、1日2回ほど入れてあげましょう。お口はお年をとっても歯磨きをしてあげましょう。このようなペーパータイプですと負担も少なく安全に歯磨きが行えます。またお耳のケアも大切です。コットンに耳洗浄液を浸して、耳介や耳の入り口部分を拭いてあげましょう。耳が匂ったり赤みやかゆみがあるときは病院に早めに行きましょう。
食事や飲水で注意しなければいけないことは、何といっても誤飲です。高齢のワンちゃんは飲み込む力も衰えてきます。お水や流動食を無理にお口に入れてしまうと、肺に入ってしまう可能性があります。顎をしっかり持って、飲んでいるのを確認しながら、少しずつお口に入れてあげましょう。また、吐くことがあるときは、寝ている頭を起こして、下を向けて、吐いたものを誤飲しないように気をつけましょう。高齢のワンちゃんに大切なこととして、匂いのケアもあります。ワンちゃんもお年を取ってくると、腎機能が弱くなってきて、体に毒素がたまりやすく、匂いも強くなってきます。匂いのケアもぜひ行っていきましょう。体が洗えないワンちゃんの場合は、このようなドライシャンプーを使って、こちらをタオルにつけて体を拭いていきます。また、こちらは当院で作ってお渡ししているものなのですが、こちらはアロマを水溶性にしたもので、このようにぬるま湯に入れることで、香り付きのぬるま湯ができますので、これを使ってホットタオルを作ったり、お尻周りを洗ったりすることができます。お尻周りのケアもとっても大切です。お年をとってきて、特に寝たきりになってくると、お尻の毛に排泄物がついて、衛生面にも問題が出てきます。そこで、お尻の周りの毛をなるだけ排泄物がつかないようにさっぱりカットして、排泄をしたらぬるま湯でこまめに拭いてあげましょう。続いて心のケアです。なるだけお外に出して環境を変えることでストレス発散にもなりますし、また脳に刺激を与えて脳の老化予防にもつながります。歩けるときはなるだけ自分の足で歩くことが大切です。高齢期でもふらつきがあっても、自分の足で歩いているワンちゃんたちの方が健康的で長生きします。歩くってとっても大切なんですよ。また、心のケアとしてアロマオイルをご家庭で炊くこともおすすめです。お気に入りの香りがある場合はその香りを、なければラベンダーアングスティフォリアやプチグレンから始めてみると良いでしょう。生活を共にしている飼い主様と香りの嗜好性は似てきますので、飼い主様のお気に入りの香りを炊くこともおすすめです。性格や体質に合わせたアロマオイルについてもお気軽にご相談ください。そして何よりも飼い主様も穏やかな気持ちでいることがとても大切です。感情も人と動物はリンクしますので、ご家族が穏やかな気持ちでワンちゃんに接することが大切です。介護の時間は私たち飼い主に与えられた動物たちからの最後の最高のプレゼントです。その大切な時間をぜひワンちゃんと一緒に楽しみましょう。